関西福祉科学大学は大阪府柏原市朝日川岡山の11の1に本部を置く日本の私立大学である。1997年に設置された。大学の略称は副科大。1997年社会福祉学部、社会福祉学科の短科大学として、開学2003年に新たに3つの学科が新設された。 2011年より保健医療学部リハビリテーション学科が新たに加わり、産学部5学科に専攻になった。敷地内には、短大、専門学校、高校、幼稚園を有し、玉手産学園と称する。玉手産学園は2012年に学園創立70周年を迎えた。2016年4月には心理科学部心理科学科。 教育学部教育学科を解説し、語学部録学科となった。人は様々な恩恵を享受し、生かされている。この真理に目覚め感動と感謝から発する、豊かな心と情熱を持って、人の幸せを願い行動するとき私たちは社会に貢献できる。ありがとうに出会い気づき感動感謝の行動から、新しいありがとうが生まれる敷地内には、学生食堂が3箇所。 コンビニエンスストアが一箇所ある。カフェテリアレストランサラマンジェビカエランチ420円、トンカツランチ420円牛丼330円カレー310円、カツカレー410円わかめうどん、そば200円きつねうどん、ば二230円カレーうどん、ば二280円等なる控え定食各480円から。 揚げ定食470円チキン南蛮定食470円と、んかつ、定食500円ラーメン定食500円カレー320円、カツカレー440円かけうどん、そば190円月見うどん、そば250円きつねうどん、そば270円と日米コックスパゲッティ各360円オムライス、各410円カレー370円カツカレー460円、 林ライス370円かつ林やし460円、日替わりラーメン340円半チャンセット470円、フライドポテト130円等、平成26年度卒業生5月1日現在、国内大学放送大学平成28年度単位互換案内。ありがとうございます。